一部の熱狂的な人たちによる文化サブカルチャーについて、私たち君ともキャンディー、ここでコル七重がお届けします。始まりました、サブカルのユミです。マリナです。今日は何について話しますか？ゆるキャラ。ゆるキャラ。ゆるキャラか。香川のゆるキャラといったら、うどんのくんとか、うどんのじゅうじゅうくんとか。何が、でも香川でも一軒でもさ結構いるよね、うん、いる。なんだろう、なんかゆるキャラって言われたらさ、何一番に思いつく？やっぱうどんのくんかな。うどんのくん、うどんのしか思いつかんか。昔ね、写真撮ってもらったことあるよ私。マジ？うん、なんかじゅうじゅうくんこの間一緒だったよね、一緒に、うん、写真撮ってもらったよ。いいな、私写真撮れなかった。ゆるキャラなんかね、でもね、ゆるキャラのなんか選挙なんて言うんだろう、ランキングみたいなの、ね、あるじゃん、ゆるキャラグランプリ。あー、そうそうそう、そんな感じ。なんかバリーさんとか。そうそうそう。なんかね、ぐんまちゃんね、意外とすごい好き。坂井出まろっていう人もおる。人か。そうなんや、坂井出の多分。すごいね、うん。でもね、私ね、ちっちゃい頃はそういうゆるキャラとかそういうのなんか苦手だったんだよね。なんかなんで？なんかね、ディズニーとかに着ぐるみいるじゃん。着ぐるみ、うん、着ぐるみって言っちゃういるじゃん、マスコットキャラクターが、うん、ああいうのもなんかね無理なんだよ。なんて言うんだろう、怖かったの？怖い。なんか、うん、なんで？え、前のモフモフやから好きだったよ。ずっとあーとか言って飛びついていっきょってね、うってなったことあるよ。マジで？あっちの人がこけそうになった。あっちがどんだけすごいね走っていったら力すごいじゃん。そうなんや。なんかね、前物販してる時に、うん、ゆるキャラが近づいてきたことがあった。あーなんかあーみたいな。なんかでも喋れないじゃん、うん、だからなんかそう考えたらフナッシーって喋れるのすごくない？うん、なんかでも喋った方がね、なしの寄せ会話になるし、うん、なしの寄せ今あれだよ、ハッピーセットがなんか、あー、なってるね。でも今、でもそっか、放送される頃違うんだ。なんだろう、なんかね、でもさ、フナッシーに出さないだっけ、ネバールくん、ネバールくん、伸びるよね、喋るか、あれ、うん、ビョーンって伸びる、めっちゃ高くなる、ね、あれはあれ納豆だよね。納豆だと思う。水戸納豆のキャラクター。あの人面白いんよ。あの人絶対ない面白いんよ。なんかさ、うん、なんか悲しかったら目からさ涙ビーって出てくるさ。知ってる知ってる、出てくるよね。しかもさ、なんか腹巻きみたいなとこからさ、うん、なんかちっちゃい米粒みたいなのが出てくるくない、納豆の粒みたいな。すごいね、レベルが高いね。うんうん、そうなんや。お目目からね、ぬいぐるみ落ちてきたしね、ポロポロポロ。マジで？すごい、びっくりした。新しいゆるキャラってどれぐらい増えてるんだろうね。うん、結構いるんじゃない？全国でしたらさ47都道府県あるけどさ、うん、その1県に倍いるでしょ、うん、何回かいるからね。香川県で3つぐらいはあるかな。もっといるでしょ。4つ？え、結構いると思う。なんかなんだろう、なんか2人1組みたいな、なんて言うんだろう、なんかセットでいる2人みたいな、あるじゃん。なんか2人で行動してる。そう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 、そういうこと、そういうことみたいな。そうだから結構いると思うけどね。うん、坂井出まろポスターが貼ってある。それ言ったんだ。あ、それ言ったすごい。あ、そういうことか。そうそうそう、坂井出氏公認キャラクターだって。ゆるキャラグランプリポスターに書いてること言ってただけじゃん、さっきまで。マリナ気づかなかったあはえ、2016があるんだ。あ、でももう終わっちゃってるよ。終わってるね。へえー、誰が大賞なんだ、優勝。さあ、すごいね、香川のなんかキャラクター結構いい線いってほしいね。うん、うどんのくんとじゅうじゅうくん押すかな。押す。あ、でもうどんのくんとじゅうじゅうくんと坂井出まろ、うん、くんかな、くんかな、うん、だったら誰が好き？待って、え、でもね、でもなんか香川っぽいのはうどんのくんかな、うん、なんかうどん、でもちょっと怖くない？脳がうどんだからね、うん、私結構じゅうじゅうくん好きかもしれない。美味しそう。あ、ジュージュー君のねクッション家にあるの。おお。でね、うどんの君のねキーホルダーね、うん、持ってるの。そうなん？うん、つけてんの見たことないえ、だってボロボロになっちゃうよ。あ、そう。あ、そっかそっか、大切なものは使わないタイプの人。そうそう、飾る人だな。あ、そっかそっか。でもゆるキャラあれだね、私結構ねゆるキャラ
さすごいハマってるとかっていうわけじゃないけど、グッズがめちゃくちゃある、うん、なんかバリーさんに一時期めっちゃハマってて、学校終わりになんか駅に来るっていうのを知って制服のまま会いに行ったりとか、うん、UFO キャッチャーで撮れるまで撮り続けたりとかね、ハマったらもう UFO キャッチャーってさ、なんか撮れるまでしたくならん、うん、したくなる。なんかだってここで諦めたらさ、撮れなかった分のお金もったいないじゃん、うん、なんだよね。まあね、2000ぐらいかけてね、うん、こううん、大きい、うん、なんかもう抱っこしたらもう、うん、もうでかいような、ぬいぐるみをね2つ取ったんよ。すごくない？猫の、すごいじゃん。猫じゃない、ウサギのめっちゃ可愛くて、うん、頑張って取った。大切にしてる？してる、飾ってる。飾ってる？またそこで飾るの？飾ってる。そうなんや。でもなんかゆるキャラになってみたい、なんか。ああ。なんて言うんだろう、ゆるキャラじゃなくてもいいけど、キャラクターが欲しい、自分の欲しい。なんかキティちゃんになりたい。あー、キティちゃん、うん、なんかグッズ化して欲しい、なんかユミのキャラクターみたいな。コラボしたい。あーいいかもね。ココレコレとうどんのくんとか。あ、いいね。あのご当地の、あーしてみたいね。そうそうそう、いいかもしれない。ゆるキャラとコラボしたらいいね。なんかそのちょうどうどんのの顔のところになんか顔出しパネルみたいな感じで、怖くない？あ、ちょっとなんかリアルな顔じゃなくて、なんかアニメ化した自分の顔をみたいな、なんかそんな感じにしてみたいね、うん、そういうグッズが出たらなんか香川のアイドルって感じするよね。するね、うん、季節でさ、うん、なんか浴衣とか着物とかさ、うんうんうん、あと何があるっけ、まあいっぱいあるやん、うんうん、何が好き？マリナは浴衣とかが好きやけど、うん、夏祭りって感じするよね、うん、なんか夏が好きやね。あ、そうなんや。でもな、なんかね、なんだろう、文化みたいな感じの服は浴衣好きだし、うん、でも着物とかなんか昔の女の人が着るようなのとかも好き。動きにくいっていうのがあれだけどね。そうだね。今年の夏結構浴衣でライブしたよね。したね。浴衣ドレスだったけど、うん、浴衣はさすがに踊れんね。個人的に夏祭りとか浴衣で行ったし、うん、浴衣をいっぱい着た夏だったな、うん、じゃあさ、ドレスと浴衣、ドレスと着物だったらどっちが好き、うん、ドレスってガチのドレス？なんか浴衣ドレスとかじゃなくて本物のもうドレスと着物、なんかあの七五三で可愛いブリブリの着るような、私あれね、いつもね決められなくてどっちも取るの。浴衣ちゃうわ、着物もドレスも。どっちが好きだろう。どっち？迷うな。でもココデコルの衣装がいつもドレス系だから着物着てみたいっていうのはあるかもね。あ、うん、そういうイメージチェンジみたいなこともしてみたくない？したいね、うん、でも浴衣ってさ、なんか結構、うん、浴衣じゃない、着物ってさ、うん、浴衣よりなんかピシッてしとるやん。硬い、なんか厚い布使ってるっていうか、うん、でも寒いやん。あ、動きにくいやん。あ、可愛いけどさ。そうやね、なんか、うん、昔の人はでもほとんど着物着て過ごしてたでしょ。なんかサザエさんのさ、うん、奥さんとかさ、うん、着てるよね。すごいよね。街とか歩いてみたい、浴衣で。あ、着物で、浴衣で、浴衣で、浴衣で、あ、浴衣の方がちょっと動きやすいかなと思って。あ、ちょっとね。そうそうそう、うん、そっかそっか。でもいつか着物着てライブとかもしてみたいね。それはでもあれかな、もっと動きにくいよね絶対。なんかさ、動けんね、多分。浴衣と手ぐらいない。ドレスあるじゃん、浴衣ドレス、うん、着物ドレスってないもんね。ないね。動きにくいかもしれない、ね、浴衣のちょっと分厚い感じになるかもしれない。でも帯があって、この夢が実現したらいいな、うん、ね。じゃあ今日はここまでで終わりましょうか。そうですね、はい。じゃあ感想をよかったら FM3 までお願いします。お願いします。もしよかったら Twitter とかにもコメントくれたら嬉しいです。待ってます。待ってます。以上、ユミとマリナでした。バイバイ。